皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はバナナパワーで土に栄養充填、じゃがいもの超浅植えをご紹介したいと思います。ということで、じゃがいも超浅植えしますとですね、でっかいじゃがいもが地表にゴロン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 現れるということで、これ噂の超浅植えでございます。今年はですね、さらにバナナの皮のパワーをプラスしてですね、土の栄養価を高めてみようというね、作戦です。皆さんもおじゃがいもの植え付けは超浅植えでですね、収穫楽々、どでかいじゃがいもゴロンゴロン育ててみようではありませんか。ということで、事前に、しっかり土作りをした畝なんですけれどもね、今回、定食時に使う肥料は配合肥料でございます。こういうね、一発肥料っていうのがあるんですけど、これ使ったらもうむちゃくちゃ楽ですね。追肥なしで、手間いらずですね。私の方はね、これ、配合肥料に手作りのぼかし肥料を加えておきます。じゃがいもはですね、植え付け間隔は30センチですね。30センチ間隔で定食していくということで、深さ15センチの植え溝を作るという、そんな面倒なことは必要ありません。なんてったって超浅植えでございます。種芋の方はこれだけ芽が出てたらもう十分ですね。ちなみにこいつは品種は北海黄金っていうやつなんですけれども、ここにはね、たくさん植えないので、切らずにもうそのまま丸まま、植えておきます。浅くくぼみを作り、種芋を置く。これがね、植えない植えっていうね、定食方法なんですけれども、以前これでやったことあるんですけれど、ちょっと気温が上がってくるとマルチ焼けしてね、1割ほど腐ってしまいました。だから超浅植えはマルチ焼けと遅霜を防ぐためにもみ殻を使います。このビニール袋、これね、縛ったらなかなか開けにくいんですよね。なかなか開かない。簡単に開ける方法を教えてあげますわ。ここをね、片っぽをね、もう固くカチカチになるまでねじねじして棒のようにします。で、棒状になったこいつをね、差し込んでいくと、するとあなた、これあら不思議、スーッとね、結び目がほどけます。一つ内緒にしておきたい秘伝を公開してしまいました。もみ殻ね、ないんですよっていう場合も、大丈夫です。では、お待ちかね超浅植えやってみましょう。まずは、種芋の高さすれすれの穴を掘ります。で、そこに、種芋を入れると。で、できればね、たくさん芽の出てる方を下に向けてください。これがね、逆さ植えという方法ですね。逆さ植えにすると丈夫な茎が育ちます。うっすら土をかぶせます。全部埋め切らない程度ですね。で、ここにもみ殻を盛ると。軽く持って押さえてあげる。マルチに直接触れるマルチ焼けとですね、それと、ゴールデンウィーク前にもやってくる遅霜を防ぐことができます。種芋の周囲にミステリーサークルを描きます。直径は手のひら程度の大きさですね。描いたミステリーサークルの溝に、肥料を入れていきます。肥料は一握り分、だいたい 30g から 50g 程度です。で、凸凹になっているところを軽く押さえて整えたら完了ということですね。この30センチに切った棒がね、30センチ間隔、役立ちます。種芋が収まる程度の穴を掘りますね。で、芽を下に向けてやってください。芽がたくさん出てる方を下に向けて逆さ植えで植え付けると。ギリギリぐらいまで土をかぶせてあげて、てっぺんはもみ殻を盛る。もみ殻がない人は土をね、さらにかぶせてあげてください。手のひらサイズのミステリーサークルを描きます。このサイズがね、このサイズが具合いいんですよ。大きすぎてもダメ、小さすぎてもダメ。伸びてきたストローンがね、の先に芋がね、できるあたりでこの肥料に遭遇するわけですね。だからちょうど良いと。このようにね、芋と芋の間に肥料を置くではなしに、
こういうふうに丸く置けば肥料は偏らずにまんべんなく効果を発揮してくれます。肥料の量は 30g から 50g 手のひら一握り分ということで、これで完了ですね。であとは、デコボコになったところを軽く整えてあげると、こんな感じで定食が完了いたしました。さあ続きありますよ。お待ちかねバナナパワーでございます。バナナのね、実は食べるので、バナナの、あの捨てるところ皮を使います。バナナの皮はですね、あの窒素、カリウム、リン酸、マグネシウム、亜鉛を含んでおりまして、特にカリウムがあの豊富に含まれています。だから、芋類や根菜類にはうってつけなんですよね。またあの糖質がですね、土の微生物活性を上げてですね、栄養価の高い土壌にしてくれます。あの腐るといけないのでね、これは土の中にきっちり、埋め込んでおきます。夏野菜なんかね、疲弊しやすいね、あのカリカリになりやすい土壌にもね、この方法は使えます。種芋の間に、指でしっかりグイグイと押し込んできっちり埋めておく。きっちり埋めないとね、虫が来たり腐ったりしますからね。これでね、あの土壌も肥沃になり、立派なジャガイモが育つことでしょう。発芽後の手入れの方法とかね、特別な土寄せの方法っていうのもありますので、これはまたおいおい紹介していきたいと思います。定食後にね、水やりはねしませんよ。カラカラにしておいてくださいね。雨任せで大丈夫ですからね。であとは、すっぽりマルチをかけてですね、ほいで、じゃがいもの定食は完了ということでございます。こんな感じでね、あの芽がぐんにゃぐんにゃに伸びきってしまったような種芋もですね、あの植えたらちゃんと育つんですよ。その方法はまた改めて紹介したいと思います。気持ち悪いけどこれちゃんと育ちます。他にもね、あの大量に種芋がありましてですね、ああこれポロシリっていう品種なんですけどね、あのカルビーのポテトチップスの芋なんですね。他にも大量に種芋があって、ちょっとねどこに植えようかなと算段しておりましてですね、とりあえずあの石灰を入れずに、肥料だけ入れて立てた畝がありますのでね、この辺かな、ここいら、このもうちょっと奥の方もあったかな、ここいらあたりで、育ててみようかなと思っております。ということで今回は、じゃがいもの定食方法、超浅植えプラスバナナパワーで肥沃な土というのをご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。お役に立つことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。